って保存のために冷凍してるわけではなくて、寄生虫対策。そうね、まあ、面白いけど、今の前では可愛くすぎるじゃん。何回かうちがお断りしちゃってまあ、そういったのにかかってそうですね、お好みやってみよう。で、ワンバイアル溶かすと6人分なんだけど、でも僕の最初2人しか打たないので4人分はまだ打つ。次も誰に打ってもいいんだよ。っていうか聞きました。そう、必ずどこでも出てきてたと思います。どうぞ。新潟では泡立ち。
上乗ってんのはなんかキュウリの奈良漬け、キュウリの奈良漬け、ちょっと一緒に召し上がってみてください。かかってるの、これタレですね。都合な気がしますからね。サーモン毛ガニの手間です。よりは有明ですね。取れちゃったって言って送ってくれるんですよ。やっぱりマスクして対処なんかね。木は上にもあるらしいんですけど、茶どころっていうのは製造、栽培、製造、販売を一箇所に。Thank you.